高木新平は日本のクリエイター、ヌーピースインク代表取締役。2011年東日本大震災を契機に入社1年で白報道から独立。ヨルヒルズ、リバテーなどコンセプト型シェアハウスを全国各地に立ち上げ、シェアハウスブームを牽引する。そのライフスタイルが NHK など様々なメディアに取り上げられる。2012年。 ネット選挙運動の解禁を目指したワンボイスキャンペーンをプロデュース。メディア、政治家を動かし、解禁を実現。2015年4月ビジョニングカンパニー、ヌーピースインクを創業。ビジョニングをキーワードに、シェアリングエコノミーや SDGs などを社会に浸透を仕掛ける事業を展開。2015年12月、シェアリングエコノミー協会立ち上げ。 高木はアドバイザーに就任。2016年4月には衆議院議員小泉慎二郎を中心に自民党若手議員で作られた2020年以降の経済財政構想省委員会に発信アドバイザーを務める。全体コンセプトレールからの解放22世紀へ人口減少を強みに変える新たな社会モデルを目指してのライティングを行った。ありがとうございます。